あ、いいよ、どっちもいいよ、もうお任せで。この辺に、この辺におるかもしれんだろ。待て、アースカ、おい、アースカ、こっちか、座れ。よし、待てやろ、うん、ほら待てて、座れ、待てやろ。よし、はい、座れて、アースカ、座れて、待て、はい、行こう。俺これやっとるね。駐車場が広げられんつって。ああ、ほんと。すごいね。ですね。探してほしいですね。そうやね。はい、おはようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。雨です。寒い。わさび、寒い。いやでもね、絶対後で暑くなるけね。うん、よし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 、いいぞ。そうそうそう、ねえ、ちょっとせっかくこっち行ってみようか。結構雨ひどくなってきたな。こんな予定じゃなかったけど。おお、危ない。おお、よし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 、あすか待て、あすか待て、ちょっと、よしよしよし、はい、行こう、ゴーゴー。下の方やね。いいよ、行って。8番駐車場の横に獅子が隠れてる。ブイブイ言いよう。けどそっち優先してください。うん、撮った？はい、了解、おめでとう。自分のね、目の前に獅子がおるんやけど、そっち優先する、そっち行く。
しょうがない。あ、分かってますよ。駐車場の横の藪の中でブイブイ言うんやけど、もういいや、そっち優先しよう、そっち行こう。残念、そこおる、そこお前ね、命拾いしたなと。何分猟犬リン、マリ、そしてアスカね、入れて10分ぐらいかな、うん、で起こして、で、止めていたところをね、8番がね寄っていってズドンとね。まあ、8番にしては珍しく3発かけたので、まあ、一発でちょっと倒れなかったんで、ね、結構大きいということなので、まあ、安全を、ね、まあ、優先して、まあ、止め打ちって言いますけどね、まあ、とどめをね、で打ったというところですね。ちょっとここ、もうすぐ目の前にイノシシがいるというふうなことをまあ聞いてですね、で今回ここやったんで、ちょっと数多く喋れなかったんですけど、今日はですね、リキは猟隊の詰め所で、待機です。これはですね、僕なりのねメッセージね、仕事をしないんだったらね山に連れて行かないよとね、そういうことです。まあこれをね今聞いて、いやそんなことないですよとね、いや力はこう考えてるんじゃないかとかね、いろいろまあ力をかばうというかね、まあそういう意見がねあると思いますね。それがまともなね意見だと思うんですね。やっぱりおかしいのは猟犬がかわいそうとかね、無理やり戦わせてとかね、まあそういったご意見っていうのは最近はないんですけど、それがね皆さんの反応がしごくまっとうなね反応ですので、そういった考えね、ご意見、本当によくわかるんですけど、僕は遊びでやってるんじゃないんで、仕事をねしないとか村があるっていうことであればより可能性が高いアスカ入れました。でこの結果ね、リンがね先に起こしたとか、そういうのはいいんですよ。アスカがねまだ起こせないので、そこまではね望んでいないんですけど、ちゃんとねリンと一緒につるんでしっかり吠えて追いかけていって、で打たせるとね、いい仕事だったんじゃないかなと思います。あと詳しいところはですね、後でね8番に聞きたいと思いますね。とりあえずですね8番の方に向かいます。ようここまで来たね、お疲れお疲れ。なんか最初言ったらどうしたん、なんか一回逃げられた、うん、あ、ほんと、あ、やられそうになった、おおやられた、あ、ぶつかった、おお怖っ、怪我ない、大丈夫、あ、よかったよかった。そんなね60キロぐらいの人にタックルされたら怪我するわ。あれ、2つ取った。え、どのタイミングで2つ取った？ 3 発になったやろ。最初は1発でこいつがそちらに逃げたのを2発で、2頭ともそこおったん。うわー、そんなことある。いや、びっくりした、あれは気づいてたけど、これびっくりした、すげえ、3発で2頭。これオスやろか、これメス、あーじゃあ、あーそっちの大きいね、じゃあアスカもやりよった、吠えよった、あーよかったよかった。あれこ
転がった後噛み合った？あ、よしよし、オッケーオッケー、ちょっとね、下にとりあえず下ろしてみる。で、ちょっと下見てくるついでに。これ一応こ、あの、下ろす準備だけしとって。はい、よいしょ。